鹿児島のサッカーを盛り上げたい。キックオフ鹿児島。この番組はアマチュアからプロまでサッカーを頑張る皆さんに注目し、サッカーが好きな人はより好きに、サッカーのことを知りたい人にはより興味を持ってもらえるような鹿児島のサッカーに関する情報を何でもお伝えする番組です。こんにちは。こんにちは。キックオフ鹿児島2023年もよろしくお願いします。さあ、去年は FIFA ワールドカップカタール大会、まだあの興奮冷めやらぬという方もいらっしゃると思いますが、その他 J リーグ鹿児島ユナイテッド FC であったり、学生サッカーと何かとサッカーの話題が多い1年になりましたね。はい、今年も鹿児島のサッカーに関するさまざまな話題をお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。さて北崎さん、はい、新年明けると初詣だったり、うん、なんとか染めとか、はいはいはい、何かと初がつく言葉が多いですけれども、はい、サッカーにおいても初〇〇っていうのがあるのをご存知でしたか。これはね、なんとなく聞いたことあるんですけど、ありますか。初蹴り、はい、初蹴り、そう、5メートル、そうなんです。はい、鹿児島でも結構盛んに行われてるんですけども、うん、年始早々その模様を取材してきました。ご覧ください。お正月にみんなでサッカーをして新年を祝う初蹴り。ここ鹿児島市の鴨池中学校では今回で52回目を迎える伝統行事です。鴨池中の現役サッカー部の生徒たちのほか、卒業生やその家族ら多くの関係者が訪れ、盛大に開かれました。 OB と現役をつなぐものという形で私は捉えています。このグラウンドに来ると本当こう、なんていうかな、昔を回想したりですね、でまた子どもたちを見ると、あ、将来未来どんな風になるのかなっていう、すごい楽しみがありますね。お清めの神事をした後はミニゲームで世代を超えて交流。この日は晴天に恵まれ、卒業生たちは青春時代を過ごした思い出のグラウンドで、若い選手たちは先輩たちの胸を借りながらサッカーを楽しみました。去年よりもやっぱ多く来てくれたり、有名な選手とか来てくれたので嬉しいし、誇りにも思います。毎年恒例になってるんで、やっぱりサッカーがここから、この日からスタートする、この日のために帰ってくるみたいなところもあるぐらい、もうここに参加することの喜びを感じています。鴨池中の卒業生といえばこの方もいます。鹿児島ユナイテッド FC の徳重剛代表です。2023シーズンの飛躍を誓いました。天気も良くてですね、暖かい中初蹴りできました。今年は優勝して、昇格を絶対果たさないといけない勝負の年だと思ってます。新しいスタジアムに向けてもですね、機運を高められるよう頑張っていきたいなと思ってます。では続いて高校サッカーの話題です。神村学園男子サッカー部からプロの夢を叶えた2人が会見を開き、ルーキーイヤーである今年の抱負を語りました。神村学園高等部男子サッカー部の中心選手である大迫塁選手と福田志陽選手、2人とも高校1年生からレギュラーとして活躍し、世代別の日本代表を経験。福田選手は2年夏のインターハイで得点王に輝くなど、早くから名門クラブが獲得に乗り出していました。高校卒業後は大迫選手は J1 セレッソ大阪へ、福田選手はドイツブンデスリーガー一部の名門ボルシアメンヘングラードバッハへ加入が内定しています。2人はそれぞれ別の日に学校で会見を開き、たくさんの報道陣の前で抱負を語りました。自分の最終目標として海外に出てワールドカップに出て優勝するっていうことなんですけど、このセレッソ大阪というクラブを日本一にしてから海外に出たいという思いがあるので、セレッソ大阪の中心選手になれるように頑張りたいです。特徴は動き出しや得点能力なので、早く一日でもトップチームデビューして
メンヘングラトバッハの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思ってます。鹿児島から国内世界のトップクラブへ羽ばたく2人の活躍に今後も注目してください。ここで大迫選手から番組をご覧の皆さんにメッセージをいただきました。来シーズンからセレッソ大阪というクラブでプレーすることになりますけど、この鹿児島県の方々の応援を背に頑張っていきます。応援よろしくお願いします。さて、明治安田生命 J3 リーグはオフシーズン、そして鹿児島ユナイテッド FC の選手たちも来季に向けて英気を養っているところなんですが、この期間もチームのためにある人たちはトレーニングが欠かせないんですよね。はい、そうなんです、はい、ホーム戦の試合前であったり試合中、さまざまなパフォーマンスで私たちを盛り上げてくれるチームのオフィシャルチアリーダー、ネイビースターズの皆さんです。今回その練習にお邪魔してきました。鹿児島市の真砂本町にやってきました。今日はですね、鹿児島ユナイテッド FC を支えるこんな方たちの活動を見ていきたいと思います。こちらのスタジオで練習されてますね。鹿児島ユナイテッド FC オフィシャルチアリーダーのネイビースターズの皆さんです。鹿児島ユナイテッド FC オフィシャルチアリーダーネイビースターズ、2018年に結成しホーム戦でデビューすると、以来試合前やハーフタイムのパフォーマンスで白波スタジアムを沸かせてきました。メンバーは高校生以上で、他にも中学生以上からなるバックダンサーもいます。メンバーは毎週末このスタジオでレッスンを受けています。すべてはユナイテッドと鹿児島を盛り上げるため、シーズンオフでもしっかりと演技を磨きます。とここで見学をしていた私にパフォーマンスで使うフラッグが渡され、ハーフタイムのパフォーマンスを一緒にやってみることになりました。上手に踊るコツってありますか？はい、やっぱりスタジアムでは360度からどこからサポーターさんが見られているので、しっかりどこから見ても綺麗にこう見えるようにというのを意識してます。振り付けも頭に入れた私、リズムに合わせていきますよ。楽しいですやってみて、はい、どうだったでしょうか。彼女たちのようにフラッグを手足のように操ってダイナミックに演技する大変さが分かりました。現在のメンバーは全員が高校生、学校生活とチアリーダーの活動を両立させています。そんなメンバーにネイビースターズに入った理由や活動のことを聞きました。中学生の時にスタジアムにユナイテッドの試合を見に行った時に、ネイビースターズの方々がかっこよく綺麗く踊っているのを見て、私もネイビースターズに入って鹿児島ユナイテッドを応援して盛り上げていきたいなと思ったので、ネイビースターズに入りました。大勢のお客さんの前で演技をすることで、やっぱり最初は少し緊張してしまったりするんですけど、サポーターの皆さんと一緒に場を盛り上げることによって一致団結して、とても楽しい今シーズンを迎えることができました。地域の活動に参加させていただいたり、ユナイテッドのホーム戦で一緒に会場を盛り上げられるように自ら自主練習をしたりしています。私は将来鹿児島に残ってネイビースターズという活動をしながら経営学も学びつつ、鹿児島ユナイテッド FC に携わる仕事に就きたいなと思っています。来シーズンこそ鹿児島ユナイテッド FC が J3 優勝、J2 昇格にが達成できるように私たちも全力で応援していきたいと思います。
来シーズンはぜひ彼女たちのパフォーマンスにも注目してください。最後にそんなネイビースターズからのお知らせです。ネイビースターズでは来シーズンに向けて新しいメンバーを募集しています。ネイビースターズは高校生以上、バックダンサーは中学生以上の方が対象です。詳しくはネイビースターズオーディションでご検索ください。たくさんのご応募お待ちしております。いやー、柏野さん上手に踊ってましたね。踊れてましたか。はい、はい、でも振り付けを丁寧に教えてくれて、うん、楽しく一緒に踊ることができたので、はい、とても気持ちよかったです。さて今週は新年らしい話題もお伝えしてきましたが、今年もプロから学生、地域のサッカーの話題など幅広くお伝えしてきますので、どうぞお付き合いください。それではキックオフ鹿児島